カーリング女子、速報、日本最終エンドで3点奪い、逆転勝利。2022年2月12日13時44分、北京オリンピックカーリング女子の日本代表、ロコ・ソラーレは予選リーグの第3戦、デンマークと対戦し、最終第10エンドで3点を奪って逆転して、 8対7で2勝目を挙げました。試合は序盤から一進一退の行動が続きましたが、同点で迎えた第7エンド、デンマークに2点を奪われるなど、次第に苦しい展開となり、5対7と2点のリードを許して、最終第10エンドを迎えました。しかし、その第十エンド、スキップの藤沢選手が、 最後の一投でナンバーワンとナンバースリーだった相手のストーンをいずれも弾き出し自分のストーンはその場でとどめるショットを狙い通りに決めました。日本はこの一投で3点を奪い8対7で逆転勝ちしました。日本は2連勝とし予選リーグの通算成績は2勝1敗となっています。 日本は日本時間の午後9時過ぎから世界ランキング4位のロクロシアオリンピック委員会と対戦します。試合詳細。日本は第1戦2戦と変わらず、リードの吉田優里花選手、セカンドの鈴木優子選手、サードの吉田千奈美選手、そしてスキップの藤沢さつき選手の夫人です。 試合開始日本は初めて黒っぽいジャージ。日本時間午前10時5分頃予選リーグ第3戦が始まりました。選手たちはいずれも笑顔を見せていてリラックスした様子がうかがえました。日本は第一エンド先行となっています。ストーンのハンドル部分の色が明るい色。 黄色の場合、明るい色のシャツやジャケット、セーターを着用しなくてはいけません。同じように、ハンドル部分が暗い色、赤色の場合は、暗い色のシャツやジャケット、セーターを着用しなければいけません。このため、第3戦で赤の日本は、黒っぽいジャージを着用しています。スペシャルコンテンツ、ロコソラーレ、 カーリング北京オリンピックへの歩み。何ても先を読み、対戦相手の出方を伺いながら、40メートル先のハウスに向かって、繰り返しストーンを押し出す。その戦略性の高さから、表情のチェストも称されるカーリング。ただ、チェストは大きく異なる点が一つあります。 それは、そこには必ずチームメイトがいるということです。北京オリンピックに臨むカーリング女子日本代表のロコソラーレ。見据えているのは2大会連続となるメダル獲得です。スポーツニュース部記者、アクネ俊介。目次、ロコソラーレ再び五輪へ。揺らいだ感情を逃した連覇。 代表決定戦ライバルに打ち勝って自分たちのプレーを追い求め世界も認めるカーリングでロコソラーレのストーリーロコソラーレ再び五輪へロコソラーレはトリのバンクーバーとオリンピックに2大会出場した元橋マリ選手が中心となって2010年に結成されました チーム名には地元から太陽のように輝いてほしいという願いが込められています。日本選手権で初優勝2016年、ピョンチャンオリンピック2018年、カーリングの盛んな地域で育った選手たちが着実に力をつけて迎えた2018年のピョンチャンオリンピック、 当時は LS 北見としてカーリングで日本初のオリンピックのメダルとなる銅メダルを獲得しました。一躍注目を集めることになった彼女たちが試合中に使っていたソダネーという言葉はその年の新語流行語対象にも選ばれました。あれから4年。 再びオリンピックという舞台に立つメンバーの自然な笑顔や、その振る舞いに変わりはありませんが、国内外のライバルたちの厳しいマークに合う中、歩んできたこの一年の険しい道のりを経て、その強さはより輝きを増しています。揺らいだ感情を逃した連覇。2021年2月の日本選手権。 この大会で2連覇を達成すれば、ロコソラーレは北京オリンピックの日本代表としての権利を手中に収めることができたはずでした。好調だったチームは予選リーグ6戦全勝、プレイオフを経て決勝に駒を進めました。決勝の相手は北海道銀行、ロコソラーレのメンバーと同じ、 北海道北見市出身のスキップ吉村沙耶高選手を擁するこれまでも激しい戦いを繰り広げてきた競合チームです。ロコ・ソラーレはこの大会で北海道銀行に2連勝と付け入る隙を与えてはいませんでしたが、思わぬアクシデントからほころびが生じます。 それは第4エンド北海道銀行の吉村選手のラストショットでした。スイープをしていた北海道銀行の選手とロコソラーレの藤沢選手の動きが重なりました。相手選手がストーンに触れたと申し出て、確認し合った結果触れたとされたストーンは取り除かれ、 このエンド、ロコ・ソラーレに2点が入りましたが、藤沢選手は自分のプレーが相手に影響してしまったのではないかと、この時のことがしこりのように残りました。試合後に困惑してしまったと振り返った藤沢選手は気持ちを切り替えることができないまま1点リードで迎えた。 最終第10エンドのラストショットを狙い通りに決められませんでした。結果は6対7でロコソラーレの逆転負け、藤沢選手の目から悔し涙がこぼれ落ちました。代表決定戦ライバルに打ち勝って、連覇を逃したロコソラーレは2021年9月北海道銀行と、 再び合間見えます。先に参照したチームが北京オリンピックに続く切符を手にする代表決定戦です。3日間で最大5試合が行われるこの決定戦、ロコ・ソラーレはいきなり崖っぷちに立たされました。チャンスをつかみながらも流れが悪い試合展開が続き、 二連敗を喫してしまったのです。後がなくなったメンバーは互いに声を掛け合いました。全力で感情を出してプレイしよう。この言葉をきっかけに連敗をしたのは運が悪かっただけ。運が悪いのは仕方ない。自分たちらしさは失わずに行こう。そんな前向きな気持ちが湧き出てきました。 半年余り前には最後の最後まで感情をあらわにしなかった藤沢選手も仲間のナイスショットに笑顔を見せ自分自身が満足できないショットには眉間にしわ寄せながらサードの吉田千奈美選手と対策を練りました。そんな喜怒哀楽を前面に押し出したプレーで流れを引き寄せ チームは2連敗の後2連勝。最終第5戦にまでこぎつけると、勢いはロコソラーレのものになっていました。日本選手権と同じ1点リードで迎えた第10エンド。藤沢選手がラストショットを決めて8対6で勝利。氷の上で喜びを爆発させました。自分たちのプレーを追い求め。 価値にこだわるより、プレイスタイルや中身にこだわる方が結果がついてくる。今のロコ・ソラーレについて、チームを結成し、日本カーリング界を引っ張ってきた一人でもある、本橋真理選手は、こう表現します。2021年12月、日本代表として、オリンピックの出場枠を勝ち取るために戦った。 世界最終予選ではまさに自分たちのプレイスタイルを貫いたことがこうそうした試合がありました。ロコ・ソラーレはこの大会で勝てばオリンピック出場が決まるプレイオフに回ります。プレイオフは前回のぴょんちゃん大会で銀メダルを獲得した韓国との対戦になりました。 韓国はメガネ先輩の愛称で親しまれているキム・ウンジョン選手がスキップを務めるチームで、ピョンチャン大会では準決勝で敗れた相手です。最終予選の試合会場は刻々と変化するアイスの状態がつかみづらく、出場したチームはいずれも手を焼いていましたが、プレッシャーがかかるこのプレイオフでも、 ロコ・ソラーレは守りに入らず積極的に仕掛けました。試合前半にミスはあったものの、それもアイスの情報を得るためには必要と割り切って、後半の第7エンドと第8エンドの2連続スチールにつなげて8対5で勝利。2大会連続のオリンピック出場を勝ち取りました。 ミスがあったとしても、仲間を信じて支え合い、自分たちのプレーを追い求め続けた成長の証でもありました。スキップ、藤沢さつき。オリンピックでは、もっといいパフォーマンスを見せられるように頑張りたい。リード、吉田優里花。オリンピックではあるが、やっていることはカーリングなので。 大きく変えることなく、ロコ・ソラーレらしい試合をしていきたい。セカンド・鈴木優子。気合と根性で自分たちらしい試合を一つ一つ重ねていきたい。サード・吉田千・千なみこの大会では自分たちのベストパフォーマンスを更新できなかった。もっとやりたかったことがあったので、しっかり準備したい。 リザーブ、石崎琴美。緊張する場でも気持ちを一つに戦えたのはチームとして大きな収穫だが課題もしっかり見えたので修正しながら準備していきたい。世界も認めるカーリングで女子の世界ランキング1位で予選リーグの初戦で対戦するスウェーデンのスキップ。 アンナ・ハッセル・ボリ選手はロコ・ソラーレの印象をこう話しています。カーリングが大好きでいつも笑顔があるチームだと世界でも認められている。そして常にアグレッシブに攻めてくる。世界がその実力を認め警戒するロコ・ソラーレの強気なカーリング。試合がどんな展開になったとしても、 感情を抑え込まず、互いの力を信じて貫くことができたとき、大会連続のメダル獲得がはっきりと見えてきます。プロフィール、吉田優里花、ポジションリード、出身地、北海道北見市出身、生年月日、1993年7月7日生、鈴木優子、 ポジションセカンド出身地北海道北見市出身青年月日1991年12月2世吉田千奈美ポジションサード出身地北海道北見市出身青年月日1991年7月26日生藤沢さつきポジションスキップ 出身地、北海道、北見市出身。青年月日、1991年5月24日生。石崎琴美。ポジション、リザーブ。出身地、北海道、旭川市出身。青年月日、1979年1月4日生。